まあ、あけぼのなんか行ったら、毎回毎回こう稽古して体つきが変わってくるわけよ。そしたらパッと見て相手の左の乳首が上がってるとする。ああマット見てまっすぐ見て、はい、乳首上がってるなと思ったら、こう股関節がこう上がってるわけ。ああなるほど。そうそう、上がってるってことはこっち側の体重よりもこっち側の体重がかかってると思うと、こっち側に体重かけると残られるじゃない。こっち側の体重かけるとどうなる？バランスが崩れる。こっち側では残りやすいんだな、今場所は。でも左側の足はこう上がってるわけだから、こっち側の足を軸足を崩しに行ったら簡単に崩せるなとか。そうそう、浮いてるわけだから、そういうことも考える。パッと見た時、相手からしてみればこいつ俺の乳首ばっかり見てんじゃねえのとか乳首とか肩の上がりとかね、そういうの見てんの、全部見てんの。